又吉、こだま、向井のあとは寝るだけの時間。こんばんは、ピース又吉です。アルゴリラ児玉です。パンサー向井です。さあ始まりました、あとは寝るだけの時間。本日も生放送でお送りしたいと思いますが、はい、まあ、実はですね、はいはい、まあ、このラジオ今聞いてくださってる方は分かんないかもしれませんが、うん、はい、今回のこの生放送のラジオに、あ、言っちゃいますそれ。え、何ですか急に。僕がちょっと明るめのシャツ着てること。いや、そこじゃないです。それを隠してたわけじゃないです。違います。違います。いや、もう、うん、今実はカメラが8台ほど、はい、8台。うわ、まあ、過去何度かやっていただきましたが、はいはい、テレビと連動といいますか、来たね、すごいや。この生放送がですね、後日、はい、まあ、今週の8月23日、金曜日総合テレビで午後11時55分から、はい、又吉、こだま、向井のあとは寝るだけの時間、夏のラジオ三冠ということで放送されるわけですね。お、そうですよ。もう3度目とかになるんですかね、テレビでやっていただくのは ね。前回だからブース内に知らない人たちがいっぱいいて、はい、緊張しちゃったんで僕たちが、はい、今回は1人になりました。だいぶこっちに配慮していただいた形。僕たちの、あの、はい、悪いとこというかね、はい、人見知りの部分が出てしまいました。出まくり。リビングじゃなくなってしまいましたけど。出まくっちゃった。それでもね、なんか自然にやったつもりではあったんですけど、うん、やっぱちょっとこれはってことになったんですよね。会議が絶対あったはずですから。これはまずいぞ。これはまずい。今回はもう隅の方に気配を貸したスタッフさんが。お一人気配を消したね、はい、貸したって、まあまあ、そこのね、消したも貸したもまあほぼ一緒みたいなもんですから。ほぼほぼほぼ一緒です。で、うん、ちょっとタイトルコールもね、若干いつもよりちょっと遅めと言いますか、はい、うん、ごめん。あれは何が、いや、ちょっとなんか恥ずかしくなったというか、なんかこの急にな、怖かったんだ。お気に入った感じが、うん、お気に入った感じ。やっぱ人がいようがいまいが、うん、やっぱ意識はやっぱしちゃいますよね。こんだけ、うん、ちょっとね、カメラがあるとね、うん、やっぱカメラがあると、まあまあそうですよ、うん、だってそれは毎回テレビバージョンの時は髪を下ろされますよね、又吉さんで。いつも本当は縛ってるじゃないですか。あ、ラジオの時は、ラジオのみの時は、はいはい、やっぱテレビが入るともうそっから違うので、うん、やっぱそのただものではない雰囲気。やっぱ画面を通して、ね、ただものではない雰囲気をちゃんとこう出しときたい、出したい、まだ。あんま自分で言わないんですよ。あれ、こいつちょっとなんか不思議な雰囲気持っとんなって初めて見る人が感じてくれるような、なんかそういう努力をしたいというか、せっかくカメラが入ってるんだったらっていうことですね。そうそうそう、映してもらえるならね。もっと言うと、はい、靴がおニューですね。そんなとこまで、はい、あ、そうですか。おニューですよね、これは。まあまあまあ、まあ、あ、なんか綺麗な靴履いてらっしゃる。ほぼおニューというか、もう隅々まで、はい。だそれがダメだっていう話やっぱ毎回してるじゃないです か。 どういうことですか。いつもの、このあとは寝るだけの時間っていうラジオは、はい、もうリビング3人が昔一緒に住んでいたその空気のまんまがいいと、あ、要は3人とも仕事しない感じ、うんうんうん、をこう聞いていただいてるっていうところあるんですから、テレビが入ろうが。いや、でも前回向井さんもサングラスしてきてますよね、はい、サングラスはしてない。いや、なんかかけてきました。薄く色ついたレンズね。サングラスって言うと恥ずかしい。そうやね、うん、自然体でいかんとあかんから。だから本当にね、うん、こんな日に限って、はい、まあ、まだ又吉さんいいですよ、うん、児玉さんのね、顔が若干赤いっていう。違うんです。これは別に、なんかお酒を引っ掛けて来られてるというお話を聞いたんですけど。そのちょっと待ってください。現代にそんなお笑い芸人がいる。まさか。いや、聞いたことない。令和にもいました。違うんです。本当にお仕事でなんです。ああ、それは本当に。なるほどね。仕事で飲まなきゃいけない仕事がたまたま今日、はい、たまたまこの前にあって、はい、そのワインを本当に一杯だけ飲ませていただいて、ああ、仕事でね。それはもうだから児玉に責任はないけど、うん、まあ、巡り合わせなんかな、一応出禁になります。この番組はだって厳しすぎる。今までもうこの番組何年もやってますけど、
一度もなかったでしょ、そのこの仕事の前に飲む仕事があるっていうことって、うん、なかった、うん、それはこのテレビの収録が入ってる時っていうのがまた児玉さんっぽいというか、うん、何年もやって確かにねすごいな、一回もそんなことなかったのに若干赤いもん、ちょっと赤いなやや、おかしいな、やや、ほろ酔いできちゃって、一杯ぐらいやったらね、普段お酒よく飲むから、はいはい、もちろんテンション的には大丈夫なんでしょうけどね、うんうんうん、ちょうどカメラ入ってる時に、はい、そうなってしまう、顔赤くなっちゃうんですよ、すぐ、酔っ払ってないですから、うん、もちろん分かってます、はい、大丈夫です、いやだから俺は俺でね、はい、俺がすごく、うん、いつも通り逆に言うと、うん、した結果っていう話なんですけど、した結果、はい、うん、いつも、うん、このラジオブースに入るときって、うん、お二人はトイレ行くじゃないですか、一回トイレ、はい、で俺が先に入るんですよ、一人で、一人でね、ブースに、うん、でいつも通りっていうことなんで、うん、俺入ってきたんですよ一人で、うん、したら、うん、なんか今日テレビなんで、うん、3人で入ってもらっていいですかって言われたんですよ俺ね2回通ってんすあそこ。お前さ。いや、ちょっと待って、じゃあ、1回目の挨拶は、俺、ブースに入るときに、うんうん、おはようございますとか言って、うん、やるけど、はいはいはい、すいません、向井さん、今日は3人で入ってほしいんで、とかって、1回戻って、うん、さっき挨拶した方々がいるわけじゃないですか。うん、それを、さも1回目かのように、挨拶するなんてことは俺もうできないっすよ。ちょっと挨拶甘かったもんね。だから、ちょっと冷たい入り方になってるんですよ、うん、今回。僕たちの方が、はい、僕と児玉の方が、なんか、丁寧に挨拶してる、はい。1回目やから。はい、俺、だから2回目だから。ちょっとだから、嘘始まりになってる。そうそうそう。これが嫌なの、俺は。なるほどすごく嫌だ、うん、俺嘘というよりは、うん、そのサッカーとかのさ、はい、中継が入った時の試合前の全員でこう並んで入っていくやんか、うんうんうん、その子供と手つないでみたいな、うんまあ、あれと一緒やから、いやだからあれを1回目だったら俺もできるんですよ俺1回あれやってるからそうそう1回通っちゃってるから、ああそうそうそう、ちょっと注目したいなみたいな顔に2回目のね、2回目のまあまあそんなところも含めて、はい、ちょっと楽しんでいただければなと思いますが、はい、まあリアクションのメールもね皆さんから毎回いただいておりまして、うん、こちら神奈川県のサーヤーアンダギーさんから、はい、いただきました。先週のオープニングで、うん、まあちょっとみんなそれぞれあれ太りましたねとか、はい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 、ちょっと老けたんじゃないですか、あなんか2人で言い合ってましたねみたいな、いやいやちゃんと書いてあります、マッテガスさんが老けたとのトークで盛り上がりましたかって書いてあります、いやいや俺最後の方にちょっと小玉さんが太ったや、マッテガスさんが老けたとのトークで盛り上がってましたが、あそうか、はい、そうね、放送の数日後とてもタイムリーな研究結果が発表されたのをご存知でしょうか、何でしょう、何、アメリカの有名大学の遺伝学者によると、うん、はい、人間の老化は44歳と60歳の時に顕著になるそうです。毎年少しずつ緩やかに老化するのではなく、40代半ばと60歳前後で体に急激な変化が起こるとのこと。私もアラフォーなのでこのニュースを見て震え上がりました。遺伝学者の先生曰く早いうちから生活習慣を正すことが大切だとか、できる範囲で皆さん一緒に頑張りましょうという、まさに今やな俺は。だお二人、そうだよ、児玉もそうや、44、まさにそこら辺らしいです、うん、うわそうなんや、うん、あともう一発60歳頃に60歳来るという、もう60歳もだってもう言うても16年後やからな、まあそうですね、すぐやで、まあ、まあそう考えたらという間でしょうね、こっから早いな、いやだから本当この前も劇場で、うんうん、まあある先輩、昔それこそ吉本の男前ランキングっていうね、うん、まあ、今もう亡くなりましたけど、うん、ありましたねとかで、ほん多分2位とか3位だった先輩と一緒になって、うん、でその先輩がいや向井も老けたなみたいな、うん、でどう考えてもその人のが老けてたんですよで、いや、うん、でも俺ももう39ですし、うんうん、でみたいな、いやお互いそうなりますよねみたいなこと言うと、やっぱりその方も昔もすっごい嫌だったんですって、うん、男前ランキングに入っていることが、あやっぱなんか芸人
ってなると、うんうん、かっこいいって言われたくないとかね、まあね、っていう時期あるじゃないですか、はいはいはい、だからそれに反発するためにこうかっこよく見えるようなことを全部やめたんですって。うーん、お肌スキンケアとか、はいはい、でそれをやっぱ今になってむちゃくちゃ後悔してるっていう話だったんですよ。ああ、そうだよ、やっぱあん時やっとけばよかったっていう、ちゃんとやっといたよかったっていうね。やっぱその男前だった人の方が老け始めるとやっぱ目立つよね、うんうん、まあね、うんうん、楽さというか、そう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 、出ちゃうからね。俺も8位でしたから一応入ったことある最高じゃん。いやわっははじゃない、お前8位だぞお前でもあの頃の児玉が8位ってすごいよな。あ、はいはい、まあ、なんか若手の劇場出てたじゃないですか、うん、はいはい、でそのブームみたいなのあったんですよね、うんうん、我々が出てる頃が、うんうん、なんかすごい全国に配信とかで見てもらえるから、結構10位以内に、うん、若手いっぱい入った年がありましたもん、ね、そこで8位になったことある、ね、8位になった。で僕は相方がなんか3回綾部さん殿堂入り1位になって殿堂入りみたいなのはい、はい、してるんですよ、うん、そしたら大体相方が殿堂入りした次の年って、はい、もう相方には投票できないから、はい、その相方だから綾部に投票できなくなった人たちが、はい、の票が俺に流れてくる可能性が高いって周りから言われたりして、はい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 、で僕はそんなキャラじゃないし、うん、その吉本がね出してる雑誌とはいえ、はい、うん、その男前ランキングみたいなのに入ると、うん、もう仕事やりにくくなると、うん、向井とかね、うん、徳井さんならまだしも、うん、綾部とかね、はい、いや俺はきついと、だ棄権させてもらおうと思って、はいはい、マネージャーに電話して、はい、ちょ10位以内入ってたら棄権させてくださいって言ったんですよ、はい、大丈夫です入っていませんって、恥ずかしい恥ずかしい、全然票流れてきてる入らないね20位以内にも入ってなかったんちゃうかなそんな圧倒的なアドバンテージがあったにもかかわらずいやこれ本当はそういうの恥ずかしいっすよね。うん、恥ずかしいよ。確か2015とかに1位になったことがあるんですよ、うん、9年前。すごいよ。で、うん、そこで終わったんですよ1回吉本男前ランキングって、うんうん、で2021年かなんかに復活したんですよ、うん、もう何年ぶりみたいな、うん、でその時に俺も本当にもう、うん、やめてくれと、うん、その2015でそれ1回そういうのあって、うんうん、いろいろチヤホヤしていただいて、それで仕事を増えたりももちろんしましたけど、うん、もう2021とかになってまで、うんうん、そういうのでまた言われるのはちょっとしんどいと、うん、はいはい、だからそれ本当にもうちょ今回はエントリーそもそもしない感じでお願いしますっつったら、うんうん、ちゃんと43位とかで43位落ちたね向井が確か40何位とかでしたね。だ全然言う必要なかったっていう。なるほどね。俺も優勝 したら本当にかっこいいみたいな、そのマシンガンズさんが、はい、おじセカンドでイケオジみたいなね、うん、俺本当になると思ってたんだどっかで全然なんないんだろうねそうやな、思った通りにはなかなかね、いかないね、いかないですが、うんうん、まあ今日もこんな感じで、ね、はいはい、まあ本当にカメラは入ってますんで、うん、ちょっとこうやっぱどっかでね、やっぱカメラを意識しながら、だいぶ僕は気張ってますよ、うん、やっぱそうですよね。え、気張ってますよ、ね、気張ってる。いや、いつもとやっぱ違いますもん。なんか違うやろ、うん気張ってる、気張ってる目の前に1台なんか僕だけを撮ろうとしてるカメラがあるから、それぞれに1人1台ずつはまだあるんでね、うん、そうね、僕はほろ酔いなんで楽しくやらせていただきということでございます、うん、はい、今日のメニュー発表しましょう。週替わりコーナーは私クイズ、皆さんの人生から作成したクイズに又吉さんと児玉さんが答えます、うん、はい、メッセージテーマはまだ間に合うおすすめの旅スポットということで、今年の夏に行ける国内のおすすめ旅を紹介します。その他僕たちへの質問、悩み相談、番組の感想もお待ちしています。番組ホームページのメッセージ募集から送ってください。又吉、児玉、向井のあとは寝るだけの時間。
さあここからは自由に話していきたいと思いますが、はい、まあ思うようにいかないっていう言い方が正しいかわからないですけど、はい、さっきね、はい、マネージャーさんがこの楽屋に来てくれて、はい、で、まあいろいろ確認事項があったりするんですよ、仕事の。来てましたね、はい、で俺ももう結構前の話やったから忘れてたんやけど、はい、まあ、火花っていう小説をね、はい、書いて、あれなんだ、それこそ一緒に住んでた頃ですね。そうよ、あれだから本になったら2015年かな。はいはいはい、に本に なりまして、はい、それのまあ何やろ、海外バージョンみたいなのもあったりするんですよ、翻訳されて、うん、中国とか韓国とか、はい、すごいですね。でイギリス英語バージョンっていうのがあるんですよ、うん、まあ、イギリスで販売されてる。すごい、すげえ、世界で売ってるんだ火花。それはすごい嬉しいことなんですけど、はいはい、でさっきその想定が次にこうすり直す、はい、要は増刷された分だけから分からちょっと想定が変わりますみたいな、はい、うん、おーはいはいはいみたいな、その確認だったんですけど、はい、まず火花ってさ、まあ、芸人の世界の話書いて、はい、まあ、下積み、うん、しんどいな、しんどい中にも楽しさがあって、うん、信頼関係あって、はい、苦しいことあって、どっちかというとちょっと深刻な雰囲気、うん、はい、そうですね、笑いの裏側みたいな、まあ、芸人が読むとちょっともう胸に来ちゃうというかね、うん、もうやめるかやめないか選ばなきゃいけないとか、うん、それぐらいの話です、ね、そういう話、シリアスな話じゃないですか、はい、イギリス英語バージョンの想定が、はい、黄色のなんていうの背景にど真ん中に目玉焼きがある、うん、めちゃくちゃ可愛い想定なんですよ。目玉焼き、目玉焼き出てきましたっけ。うん、いやないっすよね、そのストーリーに。そうそう、には出てこえへんねんけど、別に食べるシーンないっすよ、ね、うん、ちょっと待ってください、まあ、こういうね、すごいスパークって書いてて、こういうちょっとカメラに見せれないんですけど、本当にパッと見たら、うん、海外の本当教育番組とか、うん、子供向けアニメの絵本の表紙みたいな、本当可愛いポップな目玉焼き、光を放ってる感じのそう、目玉焼きからパーって光出てますよ、ね、が光が2つある、君が2つある、だ卵のあの卵を2つ使ってんの。それはでも登場人物、主要登場人数が2人おるから、いやいやいや、それを表現してくれてるんだと思うんだけど、それぞれの卵、うん、が割れて割れて、いやでも全然そんな話じゃないじゃん。そんな話じゃないし、はい、で忘れてたんですけど、はい、だいぶ前にそういえばそのマネージャーさんがね、はい、まあ、イギリス英語版の火花の想定がちょっと上がってきて、はい、で又吉さんのこのイメージと合うか、うん、ちょっと確認してもらいたいんですけどって、はい、見た時もう吹き出したもんね。面白いマジで。だって日本版はまあなんか、うん、怪しげな赤い布の中に人がいるかいないかみたいな、ちょっと不思議なイメージ、ぴったり捉えどころのない感じやったんですけど、うん、目玉焼きで、それその時はもう発売してるんですか。それはこれ発売してるんですよ。でこれは俺はでもなんかいいなと思って、自分の発想になかったから。確かにその漫才師のね、お笑い芸人の人と違うことをするみたいな登場人物出てくるから、うん、あ、なるほど、これが一番尖ってるやんっていう。確かに一周回って考えるとそうかも、うん、面白いと思って、はい、しかもそのイギリスの本屋さんの市場みたいなの知らんし、はい、こういう明るいもの、はい、要はそのなんていうの、映画の中でもさ、悲しいシーンで明るい音楽流れてるとか、なんかいろいろそういう、うんうん、演出ね、うん、演出がなんかあったりするかもしれんから、はい、まあ、何も知らんやつがごちゃごちゃ言うよりもお任せしようと思ってそれにしてたんやけど、久々に見たからびっくりして、うん、俺こんな話書いたことあったかな、ね、うん、大丈夫かな、ほんでさすがにやっぱ変わんねえやと思って、変わるんですね、変わんねん、はい、で新しいバージョンがこれですっていうのが、はい、やっぱりあの色変わっただけで目玉焼きでした、ね、そこも絶対なんですか、もう目玉焼き残しや、もう火花といったら目玉焼きなんです向こうは、うん、全然そんな話じゃないけどな、うん、などういう意味なんだろうマジで。いやでも日常のみたいなことなんかな、す
よく捉えようとして、紫背景の目玉焼きに変わってましたよね。紫背景の目玉焼き、シンプルな目玉焼きより 目玉焼きが目立つ形の色にはなってた。白いな、欲しいもん。でもやっぱなんかおしゃれ、うん、逆におしゃれかもしれない、なんかあの火花、うん、ちょっと手に入れるわ。もしロンドン行くタイミングがあったらちょっと探してみるわ、うん、でも新しい想定のバージョンということは、最初にどれくらいの部数が発売されたか分からへんけど、うん、はい、一応このなんていうの、新しくすり直 してくれるのか、カバーを巻き直してくれるのか分からんけど、まあそうですよね、まだ本屋さんに並んでるっていうのがありがたいよな。重版みたいなことを、うん、なのか、うん、これでイギリスでめっちゃ売れたら本当効果があったってことですよね。あ、この表紙のね。だから日本で再販、目玉焼きバージョン、火花目玉焼きバージョン、逆輸入の本屋さんでこの想定見て、あ、家帰って目玉焼き食べようと思った人はおると思う。食べたくなる人はで、ゴッドタレントとかね、それこそ今、うん、安村さんとか、はいはいはい、うん、チョコプラがそっちで結果出して、ね、また戻ってきてみたいなのありますから、うんうん、それあるかもしれない。本当イギリスで目玉焼き旋風、目玉旋風、目玉焼きって呼ばれるのかな。ピースのコンビ名がピースのコンビ名がもしかしたら目玉焼き、確かに、うん、だから坂本九さんのね、はいはいはい、上を向いて歩こうがすき焼きって言われてるように、でも目玉焼きってないんかな。目玉焼きっていう呼称は英語でもあるやろな。あの食べ方はするもんな、両面焼くやつとかあるもんな、はい、はい、なんか海外で頼めますもんね、うん、サニーサイドアップとかなんかいろいろね、あれあるんかな。あ、でも目玉焼きっていうのがもしかしたら、いや、なるかもしれないっていう、ね、いや思って、ぜひちょっと皆さん、ちょ検索してね、見つけられたら見ていただきたいと思います、はい、ではここで一曲お送りしたいと思います。児玉さんのリクエストです。はい、スタッツ×執行×鈴木真美子さんのサマーシチュエーションって曲なんですけど、はい、この夏ちょっと今一番聴いてます。あら、はい、この夏って時なんで小指を横に細かく、いや、この夏、この夏一番言う、ね、夏の夜やめてほしい、この夏ってやめてほしい、ぜひ皆さん聞いてください。やめてほしい。スタッツかけるシッコかける鈴木まみこでサマーシチュエーション。いつもっぽくないのちょっとやっぱ変よ、いつも。お送りした曲はスタッツかけるシッコかける鈴木まみこのサマーシチュエーションでした。またよし、こだま、向井のあとは寝るだけの時間、私クイズ。はい、こちらのコーナー、皆さんの人生からクイズの問題を作ってもらってますので、又吉さんと児玉さんに答えていただきたいと思います。はい、これまあこのね、もしかしたらテレビの放送で初めて見てる方ももちろん今日いらっしゃるかもしれませんが、はい、このコーナー結構やってまして、はい、今まで7回やってるんですね。うん、もうそんなやりました。はい、でその戦績が又吉さんの6勝1分け、圧倒的、はい、負けてないんですよ。うん、いや、前回は負けました。はい、シンプルに、あとはもう、はい、全部怪しいです。僕は納得はいってません。いやいや、なんかまあ僕がもちろんリスナーさんから送ってもらった問題を読むんでね、うん、早い者勝ちでどんどん答えてもらって、はい、正解したらもちろん、まあ、1ポイントみたいな形なんですけど、うん、まあ、なんかその児玉さんの言い分では、はい、うん、最初に児玉さんが答え、はい、まあ、要は惜しいか惜しくないかはなんとなくこっちのリアクションがあるんで、はいはい、うん、それを見て、はい、なんか松也さんが横取りしてってるっていうのが、まあ今までのずっと、それは言いがかりやわ。僕が出したのが絶対に向井に引っかかるんです。惜しい答えを出せるんです、まず。で、向井がうわーってなったらとにかく喋る。俺の喋る隙与えず、それは言いがかり、うわー喋ってどれか当たれでやったーみたいな感じになる。僕の意見言わせてください、はいはい、僕はやっぱり、はい、その物語を書く仕事を多くしてます。そうですよね、もちろん。だから、はい、やっぱり私クイズ、うん、いろんな方の経験に基づいたお話やから、うん、もう大体どんなことが起こるのかっていうのは何パターンも想定できてしまうんで、あの自分がやっぱ普段物語を書くから、うん、それが僕のこのクイズの強さです、はい、横取りとかではないです。横取りです。完全に。まあだからとりあえず初めて、うん、まあもちろん今回はカメラも入っている状態なので、これはマジですね、いつもよりももしかしたらより
伝わるかもしれないです。いろんなことが。見てもらったらわかる。はい。見てもらったらわかりますし。8カメありますもんね。8カメで撮ってるんで、うん、もう VAR が本当にあるんで。でも前々回の引き分けの時なんて、はい、もうなんか反則してましたからね。前々回は違います。僕が本当は勝ってたんです。なんかボディタッチというか。違う違う違う。喋ろうと思ったら口塞いできたりする。そういうのもあります。だから、それはもちろんなしです。うん、ボディコンタクトは反則なので、うん。反則ですよね。いや、前々回はマジで僕が先に言ったんです、答え。その、本当に 0.5 秒ぐらいに俺の答え被せてきて、同時だーって言って、無効試合になったんですよ。これはマジですからね。ちょっとじゃあ一回やりましょうか。うん。今回ね。だから、そうやな。だから誤解があんねやろな、いろんなタイミングで。僕はだから、正直、小玉が言ってる言葉って聞いてないのよ。ああ、集中してるから。全く同じこと言ってる。自分の中で。マーメイド。ってんの俺は問題に対してちゃんと向き合って、この後どうなるかっていう想像力だけでやってるから、あんまりその環境とか児玉が何を言ったかっていうの聞いてないから。なるほどね。だからカメラで見てもらったらそれがすごく、はい、分かる伝わると思う。わかります。わかりました、はい。ここでじゃあ決着つけましょうよ。せっかくですからというね。はい。わかりました。それでは、まず最初の問題いきたいと思います。こちら、秋田県のサラミ食べ放題さんからいただきました問題です。はい。私の息子は小さい頃トーストという言葉が覚えられず別の呼び方をしていました。さて何と呼んでいたでしょうか。ポスター、トーマス。違います。パンちゃん。焼きパン。パンちゃん。焼きパン。焼きパン。パン。焼いたパン。焼いたパン。焼きたてパン。焼きたてパン。焼きトースト。焼きトースト。焼きトースト。焼いたもの。焼いたもの。焼いたもの。ほら、パン。皆さん見て。今見て。焼いたパン。これだよ。焼いたパン。トースト。焼いたトースト。お前、お母さんが焼いた。お母さんが焼いた。止めてください。止めて。これ、これ、取られるんです。まずパン。まずしょ。されたと思います。さっき何て言いました？え？何て言いました？焼いたパンって言いましたね。はい。焼いたパンが非常に惜しいんですが。焼いたコッペパン。焼いたトースト。パンを焼くやつ。焼いたパン。焼いた食べ物。を。焼いたパンを作るやつ。違います。焼いたパンが出るやつ。ちっちゃい子ですからね、息子さん。ね、焼いたパンの子供。お、焼いたパンの母。聞けよ。ちょっとこれイエローです。意味がわかりません、さすがに。焼いたパン。いや、やっぱり焼いたパン。はい、はい、イエローです。やっぱり焼いたパン、意味がわかんないです。ちょっと、一回でも、いや、これは、意味からさせないとダメです。首絞めてきた、首絞めてきた。違う。やっぱり焼いたパン何？一回聞いてください。焼いたパンの父って何？焼いたパンですよね。うん、で、もちろん焼いたパンなんです。でも、ちっちゃい子供が、うん、焼いたばっかりのパン触った時の感覚がこの名前の中に。熱いパン。うん。うん、そうなんですよ。焼いたパンを焼く熱いやつ。熱いから、うんうんうん、ちょっとこう。焼いたパンあっちっち。うーん。熱い。焼いたパンファイヤー。やっぱ警戒はしてますよね。うんうん。熱すぎるから。焼いたパン、やけど。危なパン。やけど。やけど。やけどパン。はい、正解。ちょっと待ってくれ。お願いします。これは、見ました、皆さん。やけども俺が出した。正解は、やけどパンなんですよ。やけどパン。全部俺のから。やけどパンって言ったのは、またよしさんですよね。今。でも、言ってないでしょ。いや、でもカメラが捉えましたよ。完璧に。一応補足させてもらっていい？はい。子供やから、はい。なんかやっぱ、やけどがすごい怖いんじゃないかなと思って。はいはいはい。あ、そっから。うん、そっからなんか、怖い、子供が怖がる。はいはい。熱いことをなんて言うやろ。やけど。あ、やけどパンだって。それなんです。正解です。脳みそ使ってないです。違います。ちょっと、さすがにイエロー出してくださいよ。どこの部分やっぱり焼いたパンとか。何がすか焼いたパンママと、母、父とか。言いがかり、言いがかりじゃないですか、ずっと。もうずっと喋らせずに今の焼いたパンまではね焼いたパンも俺ですよ。まず児玉さんがおっしゃいましたよね。でバーって喋って私さんが出ずに向井のヒント出て俺がやけどって言っても、はい、うわーってなったでしょ。またはいなりましたよ。それブワーまた喋でもやけどパンというのが正解なので正解ありがとうございます。マテウさんが1ポイントということになります。1ポイント今の続いての問題。お願いします。こちら愛知県のカオピさんからいただきました。
これは息子が小学2年生の時の話です、はい、うん、我が家では冬になると布団乾燥機で布団を温めてから寝るのが習慣になっており、うん、はい、その日も布団乾燥機で温めてから息子と一緒に布団に入りました、うん、布団に入った瞬間息子が言った一言で思わず笑ってしまったのですが、その一言とは何でしょうか。お風呂みたい、安心、ママみたい、おばあちゃんみたい、あったかい、ふわふわ、雲みたい、パンみたい。あー落ち着く、あー落ち着くわ。ほう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 、あーこれじゃないと寝れないな。あーよく寝れそう。このために生きてんだな。おー正解よーっとこのために生きてる、はい、まさに完璧な勝利どうだ。いやいやいや。いやいやいやじゃない。完璧、今の。これが本当の。まあ、びっくりしました。これが本当のクイズですよ。わかりますか？言うてませんでした、僕。さすがに。どういうこと言ってんの？さすがに言ってたら言うんで。世界って。え、言ってない、ほんま。なんか、惜しい、なんか、ちょっとずつ二人で近づいてったなって感覚はありましたよ。うん。でも、もう、びったし当てたのが、はい。まあ、もちろん小玉さんって。でもお風呂みたいみたいなことを言ってましたよね。全然近くないです。違いますか。お風呂入ってる時に一番思うことってこの瞬間のために生きてたんだよな。言ってねえよ。まあでも今回はすいません。ああ分かりました。じゃあ1対1、来た来た来た、今同点ということになっております。完璧な勝利。続いて東京都ライブラリアットさんからいただきました。小学校の図書館で司書をしていた時のことです、はい、カウンターに1年生の男の子がやってきて、先生、古い本ありますか？と尋ねてきました。うん、古い本って古、古本屋さんに置いてあるような昔の本のこと？と聞くと、違う！と首を振りました。いろいろ質問を重ねてようやくたどり着いた本は何の本だったんですか？はい、昔話。違います。あら、恥ずかしい。古い本。違います。古い本、ありますか？恐竜時代の本。正解！はい。恐竜の本という。うわ、これは、ここで、小玉さんが、逆転と。本やからもういっぱい出てきすぎて。え？何？本やからいっぱい出てきすぎて。じゃあ言おうか。いつもみたいに、ほら。いや、これお時間的にもしかして次最後になるかもしれません。よし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 。次も撮っております。山梨県、大和のまこっちゃんからいただきました。はい。私が小学生の時の出来事です、はい、この方60代の方、はい、学校では毎月保健室にて体重測定の日がありました。ある月の体重測定の日、私だけ体重測定をすることができませんでした。体重測定に登ることができませんでした。それはなぜでしょうか。足を怪我していた。違います。シンプルじゃん。体重測定ができなかった、体重登る、あの体重計に乗ることができなかった。いや、乗ることはできるんですけど。ああ、なんで？測定が、ちょっと、できませんでした。何かを、ね、何か、妹を、おんぶしてた。違います。なんで？おろせじゃん。ね。測定できなかった。測定できなかった。まあ、だからやっぱり60代の方の時代というか、まあ、僕らの時代ももしかしたらちょっとそんな感じだったかもな、みたいな。小学生。その係だった。ですよね。違います。そんな感じだった。体重測定の時。体重測定の時。体重測定の時。なんだ。体重。ちょっと待って。体重計が、なくなった。違います。その人だけだもんね。この方だけが。はい、この方だけ自主的にちょっとやめときますってなったんですよ。病気だった。なんか風邪とか体調が悪かった。違います。ちょっと待って。待って、むずいね。あれだね。薬味。違います。じゃ、イエロー出しますよ、そろそろ。そんなわけないんだから。小学生ですからね。イエローですよ。まあだから、どう、体重測るときって、うんうん。どう、脱ぎます、ね、脱ぎますよね。はい。はいはい、はい。その時は脱げない理由があった。パンツが履いてなかった。正解！はい、ありがとう。やったー！この方、当時体重測定はパンツ一丁で測定だったんですが、その日に限って暑さからか、パンツを履かずにズボンを履いていってしまって、脱ぐことができず、はい、測ることができませんでした、ということで、はい。何ポイント？お時間が来ました。やった今回、マテオさん1ポイント、小玉さん3ポイントで、小玉さんの勝利！やったこれは、
完璧。まさかこのテレビが入った時に。そういうことです。全てが出ました。いや僕のクイズのちゃんとした実力、又吉さんの醜さ、完璧でした。いや俺を超えてほしくて。は？一回超えてもらわないと何このコーナーをもう存続できひんっていうギリギリのどこまでちょっと行ってたっていうのが正直な本当の部分。勝ちすぎて、勝ちすぎてもうこのコーナーやめようみたいに。あ、俺の耳にはちょっとあんま届いてなかったですけど、はい、なってたんですか？なってたんですよ。いや人気コーナーですよ。だってえ人気コーナーですよ。いやけどまあ、はい、このなんていうあまりにも、はい、あのチャンピオンが圧倒的すぎて、うん、ちょっとこう見え方悪いっていう話になって、はいはいはい、今回俺が勝ったらもうこのコーナーはもう終了やったんですよ。あ、はあ、今見え方どう捉えてます？俺ですか？はい、あの地に地の地まで落ちてるでしょうね。落ちてます、うん、そんな話は一切ないんで、シンプルに負けです。うせえし、これはびっくりしました。いつもなんだかんだ、うん、やっぱ又吉さんがね、そう正解する流れだったんですが、もう見事に、はいはい、恐竜の本もそうですし、はい、ちょっと小玉よりやったな。どういうこと？どういうこと？マジで一つも分かんない意味が。おばあちゃんと住んでるもんな。いや住んでないですよ。いやー、うん、まさかねテレビ放送も兼ねてる時に、うん、初勝利と、はい、ありがとうございます、いうことになりました。なので小玉さんの1勝6敗1分けと、まあ記念すべき初勝利ということになりましたね、はい、うん、初勝利、まあ完璧な勝利です。圧勝です。まあ、一問ね、最初答えてるんですけどね、やけどパン。いやでも、でももうこのノリができなくなった責任を重く捉えた方がいいぞ。いやいやいや、関係ない。真剣勝負ですから。ということで、まあ、こんな感じでこのコーナーもやってますんでね、はい、また、問題送っていただきたいと思います。うん、ということで、以上、私クイズでした。さあここから皆さんから届いたメール紹介していきましょう。メッセージテーマはまだ間に合うおすすめの旅スポットということでございます、はい、まずはこちら、愛知県あんばたのエマ様からいただきました、はい、私はこの夏長野県側から黒部ダムにアラサー独身女子旅に行ってきました。こちら3人で、年を取るにつれて、自然の素晴らしさに気づき、今回はダムの良さを改めて知りました、うん、この時期は放水期間なのでミストのように体中に水がかかりとても涼しくておすすめです。日々のストレスが解消されるほど美しい景色と、美味しい空気に癒されました。あとダムカレーもあります。最高。行ってみたいね。いいですね。お写真もね送っていただいてるんですけれども、えこれの水しぶきが来るとっていうことですかね。中学時代の修学旅行黒部ダムやったな。あそうですか、その時以来行けてないな。やっぱこのマイナスイオンみたいなことが、うん、溢れてるんですかね。そうやろな、うん、虹も出てます。すごい綺麗のね、うん、お写真。周りにちゃんと山もあるもんな。いいです、こういうとこ行きたいですね、うん、あとグルメもね、グルメもダムカレーも書いていただきました、うん、そしてこちら神奈川県の T ポチさん、まだ行けるということで首都圏からもそんなに遠くない霞ヶ浦はどうでしょうか。私は妻と先日折りたたみ自転車で輪行して霞ヶ浦一周してきました。130キロの行程、私たちは途中で宿を取りのんびりと2日かけて走破してきました。関東ですから暑いには暑いですが、湖を渡る風はとても爽やか、朝は寒いぐらいでした。霞ヶ浦湖畔の土浦の町にはレンタサイクルも充実していて、サイクルロードもたくさんあり自転車に優しい町です。茨城県ってことですか。そうですね、うんうんうん、霞ヶ浦なんかこう、これも写真送っていただいてますけど、素敵なお写真。いいですね、まあ、誰と行くかやな。でもな、一人で行ったら結構いろんなこと考えてしまいそうまあそうですね、うん、一人ではあんまりね。これ奥様とお二人で、ね、いいですね、うん、まあ、2日かけてとかっていうのもなんかいいですよね。いいですね、同じ趣味っていうのがいいよな、こういうの。わかる、ちゃんと2人で楽しめるのがね。あの車でなんか日本一周じゃないですけど、はいはい、みたいな方もいるじゃないですか、ご夫婦で、うん、なんていうんですか、車あの、ね、バンみたいなやつ、バンライフみたいなね、みたいな、めっちゃ見ちゃう。あれとかも感覚合ってないとできないですもんね、うん、結局そうなんだよ。
やりたいってお互いが思ってないと。あれいいよな、楽しそう。確かにね、はい。さあそしてこちら東京都タナミーさん、私のおすすめ旅スポットは千葉県の富津市のノコギリ山です。今年の6月母と参加したバスツアーで行ったのですが、景色が本当に素晴らしくて感動しました。切り立った岩の先端から大パノラマを見下ろすことができる地獄のぞき、座像の石仏としては日本一大きい大仏、そして何といっても石を切り出して壁面に彫られた百尺観音はまるで海外にでも来たかと錯覚するような雰囲気です。展望台から見える海や山、そして広い空に癒されます。東京から少し移動すればこんなに素晴らしい場所があるなんて本当に驚きました。ぜひ行ってみてほしいです、という。これは もともとのそこの石を使ってんのかな、それを削っていってんのかなっていうことなんですかね。切り出して掘られたということなんで、どんだけかかんのこれ。すごいすごいね、これもすごいね。のこぎり山も確かになんかロケで通りかかったことありますけど、迫力すごいですよ。 あれ石を切って使うところ、石切り場みたいな。はいはいはい、確かそんなんだった気がします。でそこの近くの道の駅とかにはなんか VR で、うん、あのその大自然のこぎり山の山の空中を歩いてるみたいなを体験できるやつもありました。確か、うん、いいな。まだ行ける場所ですからね、うん、関東からでも全然行ける場所、うんうんうん、なんか私クイズアートだからすごい落ち着くこの話確かにしっとり皆さん聞いていただいてね、うん、はい。東京都柿の本のねむまろさん、香川県の高松をおすすめいたします。うんうん、香川県といえばさぬきうどんですが、意外と知られていない名物が骨付き鶏。これは巨大な鶏のもも肉を丸ごと焼いたもので、これを食べるためだけに高松に行っても損はしません。ちなみに高松には東京からサンライズという寝台列車が走っており、仕事が終わってから寝台列車で高松に向かい、高松で朝はさぬきうどん、夜は居酒屋で骨付き鶏がいいと思います。遠くにあり行きづらそうで意外と行きやすい高松、私のおすすめの旅スポットです、という。いいね。だ意外と行けるんですよ、日帰りで。全然、まあ確かに。だ本当にうどん食べにちょっと高松行って日帰りで帰ってくるみたいな贅沢な旅って、もう大人になったらできるんですよ。やろうと思えばね。長野に行ってお蕎麦だけ食べに行くとか、うんうん、なんか韓国に焼肉だけ行くみたいな人もいたよね。いや、いい大人って感じしますよね。うん、特に僕とかは一番やりやすいやろな。あ、仕事的に。仕事さえ持っていけば、うん、どこでもできたりもするからね。確かに確かに。うん、函館とかも北海道新幹線でまあ4時間ぐらい乗ったら、そうやな、行けるから。へえ、そこで函館で美味しいもの食べて日帰りで帰ってくるみたいなこともできる、ね。温泉もあるしな、函館な。めちゃくちゃいい。朝市とか行ったりとかっていうね、うん、やろうと思ったら、ね、いいですね、大人だな我々は。それができる、うん、泊まりたいよな、まあ、1泊ぐらいはね。まだまだ皆さん間に合いますから、はい、ぜひ参考にしていただきたいと思います。ということで皆さんメッセージありがとうございました。はい、ということで、はい、お別れの時間になりました。うん、今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して、又吉こだま向井のあとは寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。そして次回の放送は8月26日午後9時5分から。週替わりコーナーはあとは寝るだけ相談室をやります。どんな些細な悩みでも構いませんので送ってください。そしてメッセージテーマはギリギリ体験ということで、うん、まあ、締め切りギリギリだったなとか、遅刻ギリギリだったななど、皆さんがギリギリな状況に追い込まれてしまったというエピソードを教えていただきたいと思います。はい、ということで、まあ、ラジオでは生放送でお届けしましたが、はいはい、改めて皆さん今週の8月23日、金曜日総合テレビで午後11時55分から、はい、又吉こだま向井のあとは寝るだけの時間、夏のラジオ三冠ということで、うん、映像込みでこの回を見ていただく。ちょっと絶対見てほしいですね、映像で。お互いに私クイズの時の、うん、その児玉くんの僕に対する悪質なチャージ、うん、首絞め、まあ、確かに1問目終わりに1回ありましたかね。止まんなかったので、
はいはいはい、もう答えとにかく何回言ってアトラ、そういうクイズやから私クイズって、まあ、確かにその何回間違えても OK というねルールは、いや意味わかんないこといっぱい言ってますよ見返したら絶対、うん、やっぱり焼いたパンとか言ってましたっけやっぱり焼いたパンと言いましたよなんか焼いたパンの母とか、うん、なんかそんなこともおっしゃってらっしゃいましたが言ってました、はい、まあ、でもあれは取ってるんでね、やけどパンあれは止めないとダメです、うん、だから今日はだから公式戦じゃなかったけど、いや公式戦だ一番公式戦テレビ入ってんだからエキシビジョンマッチでもこれだけ盛り上がれるから、通常のその僕がずっと1回負けてないその公式戦の方もちゃんと見てほしい、そうか聞いてほしい、いやいや公式戦です、オールスター戦みたいな感じってことですか、その、うん、野球でいうところの今日はそうですそうです、その公式戦としてのこう勝敗には関係ない、そうそうそう、お祭りみたいな、見せる私クイズやったから見せる方のいつもと変わんなかった、聞かす方だったら、聞かす方だとまたね、公式戦の方はまあ僕はまだ無敗なんで、あここら辺の扱いをちょっと確かにちゃんとレギュレーション決めてなかった、でもお祭り男としてのいいどんだけ喋んの小玉の実力が見れたっていう考えですか、だから落ち着いた感じであれじゃないですか、エキシビジョンマッチはすごく小玉は強いんじゃない、いや強かった、3問取りましたから、それはいいことやからすごくこれだからリアルタイムで見られなかった方は NHK プラスでこちら見逃し配信もやってますから、あそう、ちょっと何度でもね、実際のとこどうだったのかっていうのを何度も見たい方は NHK プラスで見ていただきたい、あの辺の悪質なファールされてからちょっと言葉が出にくくなったっていうのはあるんですよね意味ないことずっと、いやでも本当に今回もね、うん、テレビ入って、はい、まあ、ちょっとどんな形でオンエアされるか我々も分かりませんが、はい、ちょっとこう普段はここでずっとラジオやってますんで、はい、また聞いていただきたいと思います、はい、ということで、あとは寝るだけの時間、お相手はピース又吉とサルゴリラ児玉とパンサー向井でした、さようなら。